皆さんどうもこんにちは小川ですルキアン選手は自分がボールを持てばカットインからシュートを狙います右サイドにボールがあればペナルティエリアに侵入しクロスからヘディングシュートでゴールを狙っていきますまさに右で仕掛けて左で仕留めるというのが作戦です ガンバの最終ラインのフォーメーション変更はこの福岡の作戦に対応するためにありました。つまりパワフルなアタッカーのルキアン選手に本来センターバックの福岡選手がマッチアップしドリブラーの今野選手には対人守備の強い半田選手がつくという形です。攻撃面での 貢献度が高く今シーズン全試合先発出場を続けている黒川選手をスタメンから外すというのは大胆な策のように思いましたがこのメンバーの配置はうまくいっていたと思います一方でガンバの攻撃面です最終ラインのメンバー配置を変えたことによってビルドアップがしにくくなることが予想されますまた本職ではないサイドバックが2人いることでサイドバックのオーバーラップによる攻撃もしにくくなると予想されました この点についてはガンバは割り切った作戦をとっていて最終ラインからボールを回して組み立てるということを放棄しましたまたサイドバックのオーバーラップも基本的にしない方針にしました半田選手が何度かアーリークロスを上げる場面はありましたが相手陣内奥深くまでサイドバックが侵入するということは自重していました ではどうやって攻撃していくかというとロングボールをジェバリ選手に当ててそれをジェバリ選手の圧倒的な個人技でキープしてもらい中盤より前の選手でボールを保持していくということですウイングのアラーノ選手と倉田選手はサイドライン際に張って1対1を狙うのではなく常にジェバリ選手を意識しながら良い距離感のポジションを取ってジェバリ選手のパスを受けれるようにしたり3人目として裏のスペースに走る動きをしていました 現代サッカーにおいて最もスペースが少なく厳しいプレッシャーを受けるポジションでボールキープするのは容易なことではありませんがジュバリ選手が素晴らしいプレーでボールをキープしましたそしてそこを起点にガンバが中盤を支配しました福岡は442のフォーメーションでしたが左サイドハーフのルッキアン選手がややプレスバックが甘いことと当然ですが 2トップがセンターバックにどういうプレッシャーをかけていくかということを作戦として重視していてまさか相手にブロックのど真ん中に拠点を作られると思っていなかったと思いますのでこの選手が守備でなかなか機能せず中盤が5対3でガンバが数的優位にな,になり支配することができましたしかし試合展開としては福岡がセットプレーで先制しましたガンバはセットプレーからの失点が本当に多いです 以前はマンツーマンが7、ゾーンが3くらいの割合の形で守っていたのですがなかなかその守備がうまくいかないので前節からマンツーマンが4、ゾーンが6くらいの割合の守り方に変えてきています。それでもなかなかボールを先に触ることができず失点シーン以外でもセットプレーでは福岡にイニシアチブを握られていることが多かったです。セットプレーでのの守備の課題が、 高い選手、ヘディングが得意な選手を重視せざるを得ない選手気温にも影響していると思います。より言うと、山見選手や中村選手が出場できないことにも少なからず影響しているのではないかなと思います。しかし、失点後も慌てることなく自分たちのサッカーを続け、 ゴールキックから先ほど説明したようにゼーバリス選手がうまく収めたところを起点にしてアランの選手が1点目を取りましたそしてセットプレーで良い連携を見せて三浦選手が逆転のゴールを取りましたこのセットプレーでは優輝選手のプレースキックの精度が非常に良かったと思いますなかなかキッカーを任されることが少ないのですが僕は個人的には頑張る優輝選手が一番良いプレースキッカーだと思いますのでもっと積極的に蹴ってほしいなと思います 後半になると、福岡もジバリ選手に対するマークをさらに厳しくし、中央に拠点を作られないようにして徐々に福岡のペースになりました。そしてさらに選手交代で攻撃的なカードを次々と投入してくると、福岡が攻勢に出る展開になりました。後半75分からは、ガンバも選手交代で5バックに変更し、なんとか逃げ切り2対1で勝利することができました。 試合の攻撃では、ジバリ選手の優位性を生かしてボールを保持するという作戦がすごくうまくいきました。なかなかここまでうまくいくことは少ないと思います。また、ボールを持った中盤の選手も前に攻撃的なパスを出したり、あるいはボールを保持するためにショートパスをつないだりといった判断がとても良かったです。バックパスの回数がとても少なく、常にリズムよく連続的に攻撃ができていたことが相手の守備を苦しめたと思います。 一方で守備では相手に合わせた配置変更がうまくいったことと、ここ数試合先発が続いている福岡選手と佐藤選手が大きなミスをせずプレーできていることが大きいと思います。一方で選手交代の再配についてはやや消極的な方に積極的すぎるように感じました。というのは75分の時点で5ワックにしたことです。 福岡はウェリントン選手など大型のフォワードの選手を投入してきた場面ではありましたがフォーメーションそのものを大きく変えてきたわけではなかったのでもう少し3点目を狙いに行く時間が長くても良かったのではないかなと思いました5バックにガンバが変更した後に福岡がフォーメーション変更して攻勢をますます強めるで一方的に押し込まれる展開になってしまいました、まあ、でもこのようなチーム状況で勝つことが全てですので、まあ、悪いと悪くいと たとは思わないです福岡の立場からするとこれはガンバサポーターに向けたリップサービスではないのですが田中達也選手のの投入その働きがやや誤算だったように思いますルキアン選手山岸選手井出口選手が左サイドハーフに入った時はそれらの選手がペナルティーエリア内に侵入してクロス に合わせる動きをするなどポジションが流動的でしたが田中選手が左サイドで張ることでポジションの流動性がなくなり中の,高さの中の高さの怖さはありましたがクロスの出どころペナルティーエリア内でのマークについてはやりやすくなったように思いましたこれでガンバはリーグ戦2連勝となりました選手はもちろん監督の采配にも勢い大胆さが出てきたように思います なんやかんや言って、やっぱり j1 リーグに残留したいです。この試合で最下位脱出しました。今は勝ち点を少しでも上げて順位を上げて、あのとりあえず残留争いを意識しなくて済むようになれば嬉しいなと思います。また、サポーターの活動ルパンルパンでの敗戦はありましたが、リーグ戦は好調です。sns 上の噂では？ 新潟や福岡に勝つとチームがの調子が良くなるという謎のジンクスがあるそうです。このままいい調子で頑張ってほしいです。今回はここまでです。この動画を見て良かったと思っていただけましたら、コメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。